嘘っぽくない辛さ表現してくださいよ、じゃあ。そんな変だったら。踊りは自分で手伝ってあげるっていう。
ね、この間に別の作業してもいいんですけど、俺結構そういうこと集中してると強火でやってること忘れちゃいがちで、この時は待ちます、しょうがないから。これは美味しいものを食べるために必要な時間だと思って割り切って待ってます。まあそういう癖つけた方が本当慈悲ババになってからいいと思うよ。確かに。お金の面ではどうなんですか。風呂場ではガスは使わない方がいいけどね。引っ越しの時に、ああもうこんな時期だから引っ越しちゃってるだろうけど、風呂場か都市ガスかっていうのはもう最重要確認事項だと思う俺は。だよね。だってもう5倍くらいになるからね、風呂場だと料金が。俺前一人暮らしでプロパンの物件住んでガス代7000円から1万円を言ってたけど、今2000円とか3000円だから都市ガスで。へー、気持ち悪いんですよ。で俺高校の時に習ったのはプロパンのがね火力が強いんだな。だから料理を作るとプロパンガスのコンロで作ったら料理が美味しいっていう話だったんですけど、これめっちゃ強いんだよ都市ガスでも。なぜかフライパンからもうはみ出てきたけど、これ見えるかな。これ強いでしょ。火の種類って強さだけでしょ。そろそろ似合ってきましたね。で、こんぐらいになってきたでしょ。でも沸騰してきたらこうやって一旦混ぜて、こう鍋底にある米をこう浮かしてあげるイメージ、あの踊りをイメージするな、炊飯器のこういったものになってるちょっと解除してあげた方がいいかもしれない。沸騰してきたらこっから蓋して消えない程度の最弱でとりあえず10分。ここまで行ったら他の作業やってもタイマーつけたから、とりあえず先にペペロンチーノさん。タイマー、え、タイマーつったらオランダだからオランダの取ってあげてください。タイマーつったらオランダの、オランダって合法でしょ、タイマー。あ、そういうことか。はい、でペペロンチーノチャーハン作るのに、これ今米今炊いてる状態なんですけど、あと6分間弱火で。で、ペペロンチーノチャーハンに必要なもの、まあ、前回と同じシャウエッセンのウインナー、超高級ウインナーです。ニンニク、鷹の爪、オリーブオイル、はい、塩。で、本日の肝はこれ、はい、業務スーパーに行ってます。じゃあまずはニンニク切っていこうかな。ニンニクとかでもいいんだよね。でも参考にしようか。ニンニクなんかはあれだけ入れて美味しいですね。エキスプレスってダマスカスの包丁めっちゃあるんだよ。ダマスカスっていう商品名の。ダマスカスっていう商品名の包丁。アリエキスプレスちょっと名前出たと思うんですけど、あのアマゾンってアリエキスプレスで輸入したものをちょっと気持ちまとめてあげて高く売るみたいなの多いんですよ。あの携帯の画面フィルム、ガラスフィルムなんかもまさにそうで、携帯の画面フィルム貼るときに1枚目ウェット、2枚目ドライみたいなやつあるじゃないですか。ああいうのもう100枚入りとかですげえ安く売ってて、でガラスフィルム単体でもいっぱい売ってるんですよ。だからそれを大量に輸入して梱包だけ自分でしてセットにして1000円以下で売るっていう。ただ注文して1日2日で届くっていうのがいい人になるのか。まあ確かにね、まあ重量もそこであるのかもしれないけど。で一番アリエキエクスプレス使う時に気をつけなきゃいけないのは、例えばモバイルバッテリー、単純に2万ミリアンペアで、スマートフォン4回分ぐらいなのかな、9万ミリアンペア2000円とかだっけ、うん、って言ってるんですよ。え、これやばと思って買うと9万ミリアンペアのモバイルバッテリーまでが商品名で、実際の性能は1万だったりとか。そうだね、これもザラなんで、買うんならもうその辺は意識して気をつけた方がいいですよ。おっ、また来た。はい、これなんかソーシャルディスタンスなんだよ。なんだよそれ、分かってんのか俺も。いや違う、これもう礼儀だから。俺がまき散らさないための礼儀だから。こういうやつがね、騒ぐんですよ、コンビニで。俺は大人だよ、なんでこんなの押さなきゃいけないんだよって言ってるもん。俺も大人だよ。まあとりあえずこれ今弱火だったのが10分だったんで、火消してもう一回10分、これ蒸らしですね。でみんな切っていきます。これいっぱい入れます。種も全部入れます。種入れたら美味しいでしょ。オリーブオイルたっぷり入れて、もっと入れ、もっと
火をつけない状態で入れてくる。で、俺はウインナーは焼き目がついてた方が好きだから、入れれる。で、今回茹で汁で分解の作業がないから、自分でね、水入れて塩を薄める作業が必要になるかもしれない。そんな試しにやってみよう。で、全然焼き目ついてきたから、唐辛子の方入れておきたいんで。はい。唐辛子もね、抽出したいからさ。はい、オリーブオイルの中に。でも、その場合ウィンナー入れて動物性ハンバーグとか食べていいから乳化できるはずなんだよ。そこ行ってる、あと40秒。あ、これしっかり炊けてるでしょ。俺ね、ホワイトバランスの関係で美味しくなく見えるかもしれない。どうしても美味しい。味のホワイトバランスは絶好調。絶妙にうまくないんだけど。やっぱ母さんだからお玉でいったよ。で、これはもう本当のチャーハンっぽくいきます。これを米を潰してあげてさ、ちょっと一回潰り切ったら、もう一回塩気がないなと思ったらさ、茹で汁がないから今回もう塩をね、入れとけていいと思う。そっか、茹で汁にめっちゃ塩入れてるんだ。そうそうそう、はいはい、なるほど。まあそれはちょっと後でね、カメラマンで試食してもらって。いいでしょう、これで。これマジでうめんだよ、これが。美味しそうだけど、ホワイトバランス。これはまあちょっと世の中の男性食の一杯には少ないかな。まあでも本当はこれ一人で食べてもいいけど、仕上げ、これみんな家に1個あると思うんですけど、ギャバンのパセリ。はい、今回はちゃんと薄まってね、パセリ、ギャバンのパセリ。よそせ、ほんとーい、ほんとーい、お茶だね。ありがとうございます。よし、食うか。あ、うまい。でもニンニクめっちゃ飲んでる。辛い。あー、はい、ウインナーですね。うん、嘘っぽくない辛さ表現してくださいよ、じゃあ。そんなにいいんだったら。